おはようございます。YouTube です。ぜひお願いします。お願いします。いないですが、なんか最近のマイブームみたいなのもありますか？マイブーム？マイブームとは？犬。飼ってるんですか？はい。なんか犬種は？トイプーです。おー、かわいらしい。名前は？ラックです。ね、もう犬と遊ぶのが、はい。かわいすぎてやばいです。最近ちょっと前にバイク買いました。おー、何 cc？ 250です。足が届かないから。何買ったんですか？レブルってやつ。レブル、どこのですか？ホンダ。ホンダレブル調べてみます。ね、結構いろんなとこ行った。まあ、あの方向音痴すぎて練習しか乗っていけてないです。一生懸命走ります。頑張ります。全力で走ります。今節、はい、初めてのはい、楽しみですか？めちゃくちゃ楽しみにしてます。楽しみにしてる、はい。なんか最近のマイブームとかってマイブームですか？今節見つけて帰ります。今節見つけて帰ります。あ、見つけて帰る。教えてもらって、はい、今節意気込みを、はい、予選突破目指して精一杯頑張ります。よろしくお願いします。なんか嬉しいお知らせがあるみたいなんで、ぜひお願いします。はい、和田拓也さんに師匠になっていただきました。今節も精一杯頑張ります。おお、すごい、和田さん。はい、いや、よかった。お久しぶりです。お久しぶりです。天ヶ崎もお久しぶりですか？ね、かなり久しぶりです。天ヶ崎の印象ってどうでしょう？広い。広い、はい。はい、じゃあ今節の意気込みをお願いします。はい、一生懸命頑張ります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。尼崎は初めてということで、何かアドバイスがあっていただいてるんですか？今節の意気込みをお願いします。そうですね、今節群馬一人で同期もいないでちょっと寂しいんですが、最後まで諦めずに全力で頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。なんか最速ですが、あ、お久しぶりです。あの早速ですが、最近のマイブームとか、あれマイブーム、マイブームは何だろう。なんかご飯作って食べること。おー、自炊ってことですね。自炊、はい、食べるまで、はい、得意料理は、得意料理は何ですかね。お味噌汁かな。具材は具材は野菜たっぷりが好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。今節の意気込みをお願いします。今節は、頑張りたい。頑張りたい。頑張りたいです。頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。寒いのにありがとうございます。ありがとうございます。尼崎の印象を、スタートが早い。スタートが早いので注意したいです。はい、今節は意気込みをお願いします。はい、最後まで一生懸命走ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。尼崎は初出走ということで、はい、なんかアドバイスかなんかもらってきますか？何もらってないです。はい、じゃあなんか最近マイブームがあれば教えてください。マイブームあ、マイブームは、おパンチウサギのグッズ集めること。おパンチウサギ。ほう。じゃあ今節の意気込みをお願いします。成人祭目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません。いやいや、ありがとうございます。おパンチウサギ。ああ。わかるんや。ヨーグルト成人。地元の女子戦、意気込みをお願いします。一緒にとか待ってください。じゃあ2人で優勝戦乗れるように頑張りますか？はい、はい、2人で優勝戦乗れるように頑張ります。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。佐藤と申します。よろしくお願いします。尼崎、はい、は初めての出走で、はい、初めてです。なんかアドバイスとかは聞いてきましたか？なんか水面が硬いから
私結構握るんでなんか、はい、2マークとか結構気をつけてって言われました。なんか最近マイブームとかってあるんですか？マイブーム最近ないです。なんか追加でレースばっかり行っててもう全然レースばっかりです。じゃあコンセプト意気込みをお願いします。意気込み、ちょっと前節握りすぎてこけちゃったんで、こけない程度で握って頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。浜ヶ崎の印象、浜ヶ崎は結構好きな、いつも好きイメージあって、うん、好きなので、はい、頑張ります。今節の、まあ、意気込みを、はい、お願いします。はい、今節師匠も一緒なのでちょっとたくさん学べるように頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。久しぶりです。どうですか、浜ヶ崎の印象は。浜ヶ崎の印象、ちょっと1年前なんですけど、でもレースの時は乗りやすい感じがありました。今節の意気込みをお願いします。はい、いっそいっそ全力で頑張ります。お願いします。ありがとうございます。あ、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日前見日が誕生日ということで、はい、最近マイブームとか、マイブーム教えてください。マイブームは、グランピングです。おー、グランピング。なんか、じゃ実現したら、はい、夏言ってたやつが、はい、あ、そうです、そうです、ね、そうです、はい、教えました。コンセプトの意気込みをお願いします。はい、いっそいっそ全力で走って優勝目指します。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。天ヶ崎は初めてです。初めて、はい、なんかアドバイスとかは。アドバイスですか。宮田さんにはプールだからこけると思ったらやめろって言われてます。コンセプトの意気込みをお願いします。はい、初めての天ヶ崎なんですけど、ちゃんと連に絡めるように頑張ります。応援よろしくお願いします。久しぶりですよね、天ヶ崎。そう、天ヶ崎久しぶりです。もう印象とかってどんな感じだったんですか。結構好きです。じゃあもう今節、はい、もう一回一言意気込みをいただければ。じゃあ、はい、心を整えて頑張ります。応援してください。ありがとうございます。はい、お願いします。お願いします。ありがとうございます。なんか噂によると結構早い時間に来てたって、はいはい、あ、バレてます。バレてたけど水木の湯で。あ、そういうことね。はい、難しいの。人間はすごい早く来て聞いてて。そうなんですね。気合い入ってる。はい、そうね、地元のですね。はい、めっちゃ久しぶりです。今節の意気込みをお願いします。めちゃくちゃ思い切り頑張るんで応援よろしくお願いします。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。なんか最近マイブームとかあるんですか。マイブーム、マイブーム、マイブーム、なんだろう、何もしてないです。何もしてない。ありがとうございます。ありがとうございます。それは治るんですか。大丈夫です。お願いします。大丈夫。治りました。ここから映ってると思います。はい、あ、もう映ってる。お願いします。お願いします。なんか最近のマイブームからあれば教えてください。マイブーム、朝のコーヒー。朝のコーヒー。こだわり。あ、なんかコーヒーもらって、はい、あの誕生日プレゼント。はい、ガリガリガリしてるんです。あ、粉。あの苦味とか酸味が好きとかそういうのある。アメリカンが好きで、アメリカンで、リンツが好きで、はいはい、リンツのチョコをもらって、はい、そのコーヒーで飲んでたらちょっと体重がやばいっていう悩みがあります。まあ、ほどほどにという感じですね、はい、でも絶対いい組み合わせ。リンツ、リンツ、家の冷蔵庫に忘れてきた。あ、カビー。はい、ということで、今節の意気込みをお願いします。はい、順次元なんで、活躍できるように一生懸命頑張ります。お願いします。ありがとうございます。チャリティーイベントをされて、なんか大盛況だったみたいで。大盛況でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。来ていただいた皆さん、ありがとうございました。なんかマイブームとかそういうのってあるんですか。マイブーム、最近の。最近は
特にないと変わらず占いと、あ、藤井風さんにハマって、はい、とあとボランティア、あ、ボランティア変わらず変わらず、はい、すごいです。今節の意気込みをお願いします。はい、優勝戦乗れるように頑張ります。応援してください。ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます。最近のマイブーム教えてください。マイブームは、韓国アイドルのセブンティーンです。知らん、名前だけ知ってます。自分どっちかというとあのドラマ派なんで、ドラマアイドル系がもうちょっと知らなくて見てみます。今節の意気込みをお願いします。今節は尼崎すごく久しぶりなんですけど、すごく大好きな水面なんで、最終日まで一生懸命頑張りたいと思います。お願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今節の意気込みをお願いします。とりあえず予選突破できるように頑張ります。ありがとうございます。はい、あれあの今節の意気込みをぜひお願いします。頑張って順位乗ります。予選突破。はい、はい、ありがとうございます。お願いします。お願いします。尼崎の印象などあれば。割と好きな方かもしれない。好きな方。好きな方。まだ好きな方。今節の意気込みをお願いします。まあ無事故で、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。若松優勝おめでとうございます。ありがとうございます。あの、よろしいですか。はい、最近何かマイブームがあれば教えてください。マイブーム。そうですね、もうずっとゴルフしかしてないので、はい、最近は、はい、頑張ってトレーニングも、お、トレーニングもされてのつもりでほぼほぼ行ってます。はい、スコア、ベストスコアなんか教えていただきます。ベスト1回しか出したことないですけど、79だったことあります。1回だけです。今年は70台出なかったんで、来年は絶対頑張って出したいと思います。今節の意気込みもお願いします。はい、尼崎は相性がいいので、はい、頑張りたいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。意気込みだけでも、はいちょっと、はい、下條くんによってニューゲージ持ってきたので、使えたらいいなと思いながら頑張ります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お願いします。いや、ぜひお願いします。お願いします。なんか最近マイブームとかってあるんですか。え、マイブームは、友達の試合観戦。サッカーですね。そうやりたくなったりします。え、やりたくはならないです。もう見て、はい、応援して、はい、パワーもらって終わります。いいですね。はい、今節の意気込みをお願いします。まあ、地元みたいな感じなんで楽しんで頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。24、はい、2回目です。ですよね、はい、この間、去年の そうです。おはようございます。